はい、皆さんこんにちは、ミカミックスです。パワプロサクセススペシャル、今回はガチャを引いていきます。こちらのサクチャレ特攻キャラ狙い撃ちガチャですね。で、波動高校のサクチャレなんですけれども、ホムラちゃんとメイカちゃんがね、特攻キャラに追加になりまして、まあこれで野手の方でも、割と作りやすい感じになったのかなと思います。やっぱりね、ホムラちゃん入れると経験点、だいぶ変わってくるので、まあ、今まではね、なんかちょっと投手向けかなと思っていたんですけれども、で自分も試作型をね、投手で作ったんですけれども、まあ、ホムラちゃん持ってるんで、まあホムラちゃん入れて、野手でやってます。で、特攻キャラ狙い撃ちガチャに関しては、プラスして、今野ちゃんと新島ちゃんが復刻しているところもいいですね。で、3回目になりますとバナーキャラから SR 以上1枚確定というような感じになっているので、まあ、結構内容としてはいいんじゃないですか。まあ初回10連が、バナーキャラ PR 以上1枚確定で、2回目になると SR 以上確定で、3回目が、バナーキャラから SR 以上確定というような感じになってます。でそれぞれにね、ゲドウ君がおまけでついてくるっていうところもまあいいかなと、思います。で今回はこれを、3回引いていきましょうということで、新島ちゃんをちょっとやっぱり鍛えたいですね。野手でやってる時は新島ちゃん入れてるんで、まあ、もしね新島ちゃんプラゴにして、イベント経験点とか、増やせればまた点数の方も変わってくると思いますの で、 でちなみにね、彼女キャラは、今野ちゃん入れてます。ね、猫塚かりんちゃんを試作型では、入れたんですけれども、まあね、あの今野ちゃん体力回復イベントが結構多いのと、新島ちゃんも入れてるので、まあ新島ちゃんがね、あのクリスマスに来るとちょっと経験点は下がっちゃうんですけれども、まあとりあえずそこはしょうがないということで、まあ二股で多分ね、あの三股っていうのも、やると思います。レンちゃんもね、入れて三股プラス、特攻キャラで、組んでやってみようかなとも思ってるので、まあ、サクセス動画についてはちょっとまた後日アップしたいと思います。とりあえず今日は、30連の方をやっていきたいと思いますので、じゃあ、10連の方からいきましょう。石はね、タンガチャをね引く数はないんですよ。多分680で3回ギリギリかなっていうところだったと思うので、じゃあ10回目いきましょう。10回目じゃねえ、10連とりあえずグググポン。これは普通ですね。あとは PR、 おいいねいいね、新島ちゃんの PR はねほんと助かるわ。あとはおおいいねいいね、新島ちゃんの PR2 枚目、おホムホムの PR も出てる出てる。あ、ちなみにねバナーキャラでいくとメイカちゃん以外は SR 持ってて、まあ、3回目もねバナーキャラ SR 確定なんで、まあ、メイカちゃんが出てもいいし、他のキャラがいれば、上限解放していきましょうというところですね。では20連目に行きます。ここは SR 以上1枚確定で、まあ、誰が出てくるかというところですね。で今回は特に、4回目以降にならないと SR の実現率はアップしないかな。滝本か、もうプラゴなんだよね。まあだから滝本はミキサーにかけましょう。で新島ちゃんの R も出てくれたので3枚ですね。いい感じですね。新島ちゃんが結構いけるかな、そうすると。でゲドウ君ももらっておいて、では3回目に行きます。ここは、バナーキャラから出てくる感じなので、もうここもね、この正直誰が出てもいいっていう状況はなかなか嬉しいですよね。おーいいねいいね、新島ちゃんこれ結構いくんじゃないか。新島ちゃんはね今プラ1なんで、少しでもねプラスをちょっと上げていきたいですね。で東条の PR が出たのもいいですし、さとりちゃんもね最近 PR じゃなくて SR 当てたんですけど、まあちょっとレベル上げは全然進んでないですね。まあ、ユニフォームキャラを持ってるんでね、どうかなというところはあるんですけど。で、プラチナをいただきまして、というような感じで、まあ、今回は特に新キャラとかは出なかったんですけれども、新島ちゃんの、ね、解放が進みそうなので、ちょっと、ボックスの中を見てみます。はい、じゃあちょっとボックスの方ですね。
で、今新島ちゃんの SR プライチがここにありますと。でさっきやってた SR がここにありますと。でさらに、PR 関係に関してはちょっと全部食わせて、PR のプライオンが出来上がりましたと。でさらに R がここに3枚ありますということになってますので、何をするのかというと、まずはこの PR プライオンに、まあ、R を食わせて、1解放させたいです。でそうすると PR のプラゴが出来上がるんですけれども、3枚だとまあどうかね、上限解放さすがに3枚入れれば1個くらいは当たってもらいたいんだけれども、ちょっと、分かんないところはありますで仮に、プラゴが出来上がったとして、まあ、これを新島ちゃんに食わせるでしょ。そこで、プラス2してくれれば、3になって、で新島ちゃんがここにあるんで4になって、あとさらに最終兵器ですね、最終兵器3番新島ちゃんの PR プラゴがあるんで、それを食わせれば、新島ちゃんプラゴが出来上がるというような感じになるので、まあ、一応それを目指してね、やっていきたいと思います。まずはですね、第一関門としては、あれどこだ、いた。第一関門としてはこの PR をプラゴにしないといけないというところになるので、1個ずつ食わせていきましょう。解放しろ、解放しない、あと2つもう 30% ってほんと微妙な数字ですよね。解放せよ我が力解放しない、あと1個か、マジか。これ解放してくんないとちょっと困るんだけどな。さあ解放しろ解放しなかったね。まあそんなもんですよ。でそうするともうどうするのかっていうと、最終兵器、最終兵器何個あるんだっていう感じですけど、最終兵器大丈夫博士 PR 像もう持ってきましょう。ちょ、神楽坂くんとかに使いたかったんだけど、まあ1個だしね。ここでもう PR の大丈夫博士像を投入します。夏休み突入特別プレゼント6日目でもらったやつ、つい最近もらったやつですね。あー R で解放できなかったか、しょうがない。プラ2の解放に期待しよう。そしたらで新島ちゃんの、PR プラ4、これに、大丈夫博士像を食わせますと。もう新島ちゃんのために、使っちゃいます。で、上限解放しましたと。でそこに、まずはどこどこどこ、新島ちゃん、新島ちゃん、あれ新島ちゃんどこ行ったいなくなった。あ、いた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 、ちょっとずれてたのか、使っちゃったから。で新島ちゃんプライチに、まずは普通の PR プラゴを食べさせますと。これで2解放してくれるといいんですよ。頼むよ。1か1か。じゃあこの PR プラゴも食わせて、これで2解放してくれればプラゴができるんですけど、2、もうこんだけ失敗してんだからさ、2解放してよ。来た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 、もう結果良ければね全てよしですよ。結果良ければ全てよし。 PR の大丈夫博士像をもう突っ込んだ甲斐がありましたね。これはいやードキドキしたで、プライオンにさっき当てた、新島ちゃん SR を、食わせて、で、プラゴが出来上がりましたと。でそうするとテーブル的には45で、イベント経験点ですね、プラスになるのと、まあ、体力回復量も、プラスになるの で、 でさらに初期評価も、まあ、ちょびっと高くなってんで40になると、彼女にしやすくなるのと、経験点と回復量が増えますということで、新島ちゃんプラゴ、まあ、あとはちょっとレベルを上げて、波動サクチャレの方ですね、ちょっと気合を入れてやっていきたいと思います。なので、新島ちゃんプラゴ、これね、ただね、動画を出す前に、なんていうの、助っ人にしちゃうと、あ、プラゴになったんだなって分かっちゃうんで、ちょっと置いときます。で、今のサクチャレの状況ですね、2回だけやりました。で、見てみると、まあ、ハイスコアの方が、18,937 ですね。で、ランキングが411位ということなので、まあ、今は500以内に入ってますけれども、まあ、まだまだね全然時間はあるんで、どんどんあぶれてくるかなと思いますので、まあ、ハイスコア、そうだね、欲を言えば2万はいきたいけど、まあ、2万は相当厳しいよね。
で今回の報酬はナヌークですね。でナヌーク自体は、俺も全然知らないキャラなんですけれども、かなりいいキャラですね。で、ナヌーク自体はもうすでに報酬としては SR1 枚もらってあるので、まあ、ちょっとそこの方で、見ていきますか。ナヌークは多分下の方かな。そうするといた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 。まずコツが、まあ、ちょっと多いっていうのはありますけど、コツがいいですよね。チャンス、さよなら、上り上司、早急、打球伸び、打開と。でこの中で上り上司、打球伸び、打開、まあ、特に打開と上り上司っていうのはもうコツ持ってる人がいないんで、まあ、ナヌーク入れることによってね、ミサちゃんとの相性もいいですし、江戸川くんとのね、一番やり、打開の骸骨が取れるような形になりますので、ナヌークはコツとしては、まあ、かなり優秀だと思います。で、まあ、肩キャラではあるんですけれども、まあ、テーブルの方がやる気効果アップ 100% に、筋力ボーナス4がついてタック70と、まあ、ウラガと同じテーブルですね。なので、ブレインマッスルが、実装されれば、まあ、ナヌークかなり使いやすいキャラに、なると思います。でこのナヌーク自体は一応35でも全然、強いキャラで、特に固有とかを持ってるわけじゃないんでね、45まで解放させればまた試合経験点ボーナスがついて強くなりますよというキャラになりますので、まあ、最悪ね、ナヌークの累計撤退でも、いいと思います。で、石自体はね、毎回毎回言ってますけれども、パワープロの日というのが8月26日にありますので、まあ、そこに貯めておいてもいいんじゃないかなという感じですね。というところで、じゃあ今回の動画はこれで終了したいと思います。とりあえず新島ちゃんプラゴが作れたんで自分的には満足ですね。じゃあサクチャレの方も頑張っていきましょう。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、ツイッターのフォローしていただければ幸いです。